ママ言ってた。私がアイドルになるんじゃないかって。なってもしょうがなくない。儲かりたいなら別の仕事の方が手っ取り早いし、ファンは常に身勝手で、男ができれば袋叩き。ルビーは立ち直っていくのだろう。けど俺は、どうせ一度死んだ身だ。あのストーカーと俺を殺した男は同一人物だ。犯人の男は何のスキルもない学生だった。なぜ愛が入院した病院を突き止められた？なぜ引っ越したばかりの新居に来た？そんな探偵みたいなことができたとは到底思えない。情報提供者がいる。病院のことを知ってたのは俺の知る限り社長だけだ。けれどあれだけ大事にしてた自社の看板にそんなことするか。愛に親族がいないのは分かりきってることだし、連絡先も知らない様子だった。同僚？いや、 B 小町の中はそこまで良くないし、愛に友人らしき人を見たことはない。だとしたら残るは僕らの父親。相手は同業者の可能性が高い。愛をあんな目に遭わせた奴が芸能界にいる。俺はまだ死んでられない。必ず見つけ出して俺の手で殺すまでは。監督、この度はな、なんつったらいいか。別にそういうのはいいよ。俺を育てる気はない。